まあ、よくフェアウェイウッドはダフらせるとか滑らせるったりするんですけど、なかなかそれができない、まあ、ダフらせてしまうと地面に弾かれてまた頭を打ってしまったり、滑らせるといっても高さがわからない、フェアウェイの地面を平行にウッドを滑らせていく、これができたらもう上級者だと思うので、まずこれができるようになる練習方法を一つご紹介したいと思います。皆さんこんにちは、プロゴルファーの青山香織です。今日はフェアウェイウッドの打ち方のコツについてご紹介したいと思います。実際フェアウェイウッドはアイアンとかそういうクラブに比べて優しくできているっていうところが特徴なんですけど、そう思いながらもなかなか当たらないっていう方多いかと思います。実際私も3番ウッドは苦手で4番ウッドを入れていたりとか、コース内でもかなりライが良くないとスプーンは使わず5番ウッドなり7番ウッドとかを試合中使ったりしています。まず一つは3番ウッド、5番ウッド、7番ウッド、やっぱ難易度すごく違います。3番ウッドに関しては難しいと思います。で、逆に7番ウッドなんかの悩みの球筋って言われるのは捕まりやすい、引っ掛けやすいって言ったところが出てくるかと思います。無理に3番ウッド本当使う必要はなく、5番ウッドをメインに使っていく方がコース内での成功率は上がってきます。総合的に打ち方というのはアイアンが今ダウンブロー、ダウンブローとかハンドファーストっていう打ち方が言われている中、フェアウェイウッドはどっちかというと、まあ、少しアッパー気味に入れつつもこう滑らせるような感じとかですね、まあ、ダフらせるような感じっていうふうによく言われます。ショットのイメージをまず一つ変えるところも大事かなと思うんですけど、打ち方のコツなんですが、フェアウェイウッドの時のボールの位置とイメージ、ボールの捉え方っていうところを説明していきたいと思います。ボールの位置はアイアンの時、ショートアイアンがセンター、ロングアイアンになるにつれて少しずつ左にずれていき、まあ、ユーティリティ、フェアウェイウッド、そしてドライバーが左足のかかと前で、この10センチから15センチの間で移行していきます。これがセンターのボールの位置です。そして左かかと前のボールの位置です。フェアウェイウッドは足幅のセンターと左足かかと前の真ん中、このぐらいに置いていただいていいと思います。そしてこのままイメージだけで打てる方はボールの横に普通にセットアップしていただいて、苦手な方はここに架空のボールをもう一つ作ってください。そしてここにヒットしていく、そこからボールのところまで行って長くフォロースルーを取ってあげるようなイメージを持ってください。センターにヒットしてそのまま低いポジションでボールを持っていく。実際に架空のボールがよくわからないっていう方は、初めからアドレスの時にボール1個分、1個半ぐらい離して構えてください。この今構えてるヘッドのセットアップ位置にインパクトを持ってきて、そのまま長いフォロースルーのイメージでボールにヒットしていく。どうしてもこのウッドっていうのはドライバーと形状が似ているのでアッパーに入れたいです。アッパーに入れること自体は間違いではないです。フェアウェイウッドは上から入れるよりも少しアッパーに入れてあげてもミスが半減するような構造になっています。多少のダフりでもそのダフりを大きくミスにしないような特徴があるのがフェアウェイウッドなので、ダフりを怖がらずにしっかりアッパーに入れるけどもう少し長いフォロースルーを取ってあげるっていうところのイメージが大事かなと思います。もちろんフェアウェイウッドもダウンブローイメージ、これも間違いではありません。ただすごく飛ばし屋の方とかはダウンブローのイメージが強すぎるとフェアウェイウッドはボールが吹き上がって高く
上がりすぎてしまったり、そして風に負けやすかったりするところがあるので、そういう時にはシャフトをですね、フェアウェイウッドでもスチールにしてたり、すごい硬いシャフトを入れたりとかして調整している方はいらっしゃると思うので、その辺も合わせて注意してみてください。まあ、よくフェアウェイウッドはダフらせるとか滑らせるったりするんですけど、なかなかそれができない。まあ、ダフらせてしまうと地面に弾かれてまた頭を打ってしまったり、こうダフるだけで全然ボールが前に進まなかったり、滑らせるといっても滑らせる高さがわからない。こうフェアウェイならフェアウェイの地面を平行にウッドを滑らせていく。これができたらもう上級者だと思うので、まずこれができるようになる練習方法を一つご紹介したいと思います。実際練習場とかで練習するときにはマットに置いて練習していくと思うので、ダフったときにはこうマットを打つような感覚がありますし、トップしたときにはボールだけっていう感覚があると思うんですけど、このティーアップをしたボールを打って練習していく方法、例えば頭とか腰の高さ、前傾の角度とか膝の高さとかですね、いろんなありとあらゆるところの自分のスイングをアドレス時と同じ姿勢で打っていくというところでボールの高さを見極めていく練習法です。これはもう打つだけでティーを打ってしまったりとかですね、ボールの頭をトップしてしまったりとか、自分の感覚で打ったら分かると思います。まずちょっと一発打っていきます。少し今のはボールの上に当たったのでボールが低く出ていった感じです。特別悪い例をやっていきます。これは今 T を打ってしまってボールが飛んでいないっていう感じです。このようにもうボールのミスがはっきりとフェアウェイウッドで T アップして打つと分かるので、これは自分の高さの練習をするのにはとてもいい練習方法だと思います。ただ単純にフェアウェイから打つフェアウェイウッドの打ち方もそうですし、あとはバンカー内のショット、フェアウェイサイドにある150、60ヤードとか200ヤードとか残ってしまったところにあるフェアウェイ、この打ち方にもすごくいい練習方法なので、ぜひ試してみてください。